久保さん、今回合同会社の代表社員にしましょうか。あの、合同会社って結構、まあ、一般的に代表社員みたいなたた立て付けなんですよね。まあ、もちろん CEO っていう呼び名も、まあ、いろんな呼び名はできるんですけど、なんか、株式会社だと取締役みたいな話なんだけども、合同会社はちょっとなんか言い方が違うんですよね。だ言い方は違うんだけども、その言い方で言っても、まあ、別にも問題はないというか、まあ、通るっちゃ通るっていう、まあ、あるんですよね。 で、あのー、今、まあ、久保さんは株式会社だと思うんですけど、僕はまあ合同会社で作ってますから、合同会社と株式会社って、まあ、まあ、大したら変わんない、まあ、東本上はあんま変わんないというか、まあ、僕は税,税理士さんに聞いて、なんか変わるんですかって聞いたら、あんま変わんないですね、みたいな。 <laughs> ただ、その、やっぱ株式会社っていう命名は昔からあって、やっぱ株式会社っていうと、そこの、そこに株式会社ブランディングがされているから、なんかそういう風になってるだけだって、税法、情報は大した変わらないっていうこと言っててあ、じゃあ合同会社だみたいなね。僕はもう合同会社にしましたし、もう名刺からないって決めてるので、別に名刺配らないし、僕はもうずあの合同会社ですね。まあ、あとね、アップルとかアマゾンも合同会社ですけど、だから結構ね、その、 その大手もね、あの、あ、アップルもアマゾンも合同会社なんだっていう、僕はちょっとその、その会社作るときにいろいろ調べたんですけど、ちょっとびっくりしましたね。へーみたいな。<laughs> うーん。だから株式会社は逆にもうなんか古いんじゃないかな。代、なんかその、代表取締役ですみたいな。株式会社の代表取締役っていうのはなんか、もうなんか過去の話で、別に社員、社員の中で一応代表、代表なんです、みたいな。 社員ですよと。ただ一応代表なんですぐらいでいいんじゃないですか。今の時代は。わかんないですけど。いってらっしゃい。